頃はもっと太くて硬くて櫛が7本折れたっていう伝説を持つぐらいの、で本当は前髪も作りたいんですけど、ちりぢりになっちゃうんで前髪も作れずに、じゃん、ありがとうございます、よろしくお願いします、よろしくお願いします。なんかお悩みのメッセージは見させていただいたんですけど、はい、もともと美容室自体に行ったことが子供の時からなくて、いつも自宅で切ってたんですね。美容室に行ったことがない。20歳で初めて政治意識があるんで、うん、初めて美容室に行ったんですよ、うんうん、はい、今年を取ったせいで髪の毛が細くなったと思うんですよ、うん、子供の頃はもっと太くて硬くて櫛が7本折れたっていう伝説を持つぐらいの、で親がチリチリなんで中学生の時に脱色したんですよ。なんですけどこの子たち強くてまたパワーアップしてだんだん復活してくるんで、美容室に行ってやってもらってもその時はいいんですけど、翌日とかになっちゃうとまたその暴発する状態、そうでしょうね。それでもう美容室に行っても諦めようと思って、自分で脱色を結構何回かしてたら、何年かぶりに美容室行った時に染めてもらったら翌日取れたんですよ。それで美容室の先生に下に染め抜けたんですって言ったら、あなたの髪の毛中身が空洞になってるから染まらないのよって言われて、じゃあなんで染めたんだと思って、なるほどね、はいはい、もう無駄じゃんと思って行くのをやめてしまいまして、うんうん、それで最近行ったのがもう数えるぐらいしかないんで、うん、ホットペッパービューティーに残ってました。20歳で最後に行って23ぐらいで行って染めて、はい、でその後23ぐらいからずっと何十年も行ってなくて、うんうんうん、何十年ぶり行ったのが2017年。なるほど。でもここ10年ぐらいで1回ぐらいしか行ってないんで、2017年21年に髪質改善頑張ってでもできなかったんです、うん。整理してるのがどうなりたいですか。このゴワゴワした感じを、はい、この髪質改善すれば収まるんじゃないか。収まりたいです。まず前回美容院行ったら結構前じゃないですか。多分継続してちゃんといけてないだけだと思うんですよね。癖に今悩まれてて広がるのでカットじゃないんですよ。そもそも襟足の方とか結構軽いし、癖毛の方は量取ると広がると思ってるんで、基本的には量は毛先を取ればいいと思うんですね、はい、カットは長さを切るしかないなと思うんですよ、はい、なんでもう宿毛しないと無理だとは思います。髪質改善落ち着かせるぐらいなんで、結構悩まれてるのが全部やっぱり癖なので、今日どこまでできるかっていうのはもちろんあるんですけど、着地のまず理想を決めて逆算していった時に必要なメニューをやっていけばいいと思うので、理想もサラサラシャンってやるみたいな。人生で一度もストレートになったことがないので、宿毛したことないですよね。何もやったことない。そう、それがなんないです。人生なったことないんじゃなくてやってないんですよ。このぐらいやると宿毛した方が早い。カットと宿毛にしましょうか。髪質改善でもいいんですけど、改善っていうところを今後メンテナンスできていただくときに、でも最初宿毛やっとくだけで全然違うと思うんですよ。なんかまず一回ゴール見たときに、その過程のメニューっていうのはやっぱり美容師さんが決めた方がいいなと思って、まあ、そうですね。本当は前髪も作りたいんですけど、ちりぢりになっちゃうんで前髪も作れずに横に流してるんですね、うん、これなんか宿毛したら大丈夫です。悩みのまず基準が癖がありきなんですよ。癖なかったら全部できること言ってるんで、めっちゃ簡単楽しみですね。市販でいいって言えるようなものは片っ端から言うといかないもんで試して、まあ基本的に市販のやつは意味ないと思ってるんですよ。市販の時点でめちゃめちゃあれ難しいんですよ。丈夫にするって書いてあって、お肉だと思ってずっと豆腐ハンバーグ食べてるみたいな市販の豆腐自分で作ってハンバーグ風にやってたんですけど、これお肉になってんのかなってずっとなんか分かんないで食べてるみたいな。そうですよね。そう、ハンバーグって形した豆腐なんだよみたいな。市販をそんなにお金をかけてやるんだったら一回ちゃんと美容室に、いや本当そうです、 YouTube で見たから行ってみようって、うん、まさか自分がここに来ると夢にも思ってなかったんで、なんか道具はもうほんと手段なんで、フライパン買おうが何しようが豆腐ハンバーグは豆腐ハンバーグなんで、それはもうステーキにしないと思います。ちょっと一見お願いします。ありがとうございます、はい、ちょっと待ちくださいね、はい、今回のお客様は美容院に行った経験っていうのは非常に少ないなと感じましたので、まず基準を作ってあげること、自分の髪に自信を持てることをまずは提供するのを目標としてやりました。髪の毛ってやっぱり自分の笑顔に直結しますよね。千住に相談で検索、楽しみにしてます。もう未来が見えなくてもちょっと、うん、笑いが引きずってます。逆に大丈夫です。あ、寝ててください。じゃあ寝ててもらいますね。はい、お願いします。ありがとうございます。いつも YouTube 拝見させていただいてます。ありがとうございます。最初ここ来る時私千住ってかと思って一回ここ登ってきて、あれ名前が違うと思って一回戻ったんですよ。よく見たら千住グループって書いてあって、あ、そういうとこね。そうなんですよ。私の地元にはない感じです。地元どちらですか。川越です。川越とかって食べ歩き神社とか。先週お祭りでした。川越祭りでした。行こう行こうとか言いながら来るなら今年だったかもしれないですね。今年市政100周年だったんで、全部の出汁が全29期全部出たんで、すごい混んでましたよ。うちは夕飯の買い物に行けないぐらいに来ない地元の方はそうですよね。今年の川越市はちょっと攻めてるんで、市政100周年ってことバンバン打ち出してるんで、花火大会
会も盛大にやってましたし、お祭りもやってましたし、予告してやるんですか？いや、やります、やります、やります。今までコロナでちょっとお休みしたんですけど、今年は100周年だからやりますって言って、もういろんな県外の人とかもいっぱい来てて、そんな有名なんですか？いや、お祭りみんなやらないから、地元でみんな来ちゃったんですよね。情報ファイルもすごい、情報が出てるかもしれないです。川越結構でかいんで、ね、もう全然私には入ってない。じゃあ時間を置きますね。はい、ありがとうございます、はい、いい感じですよ。これで流してアイロンするんで、はい、ちょっと待ちくださいね。はい、はい、じゃあアイロンしていきますよ。はい、ありがとうございます。アイロン終わるとこうなります。ほら、あと私の髪の毛ストレート、人生で初めて見ました。いや、本当ね、これぐらい変わるんですよ。すごい、前髪がチリチリしてない。うちは割と髪質良くする系サロンなんで、良かったです。初めてのステーキを食べたという、初めてストレートがついてるのを初めて見ました。これがステーキです。じゃあ次の定着のお薬塗っていきます、ね、はい、はい、こんだけ感動していただけたやりがいがあります。いや、もう人生で初めて見たんで、私がこうなってるのをありがとうございます。ちょっとお薬塗ってカットするとこまで、ありがとうございます。カットしますよ。はい、毛先軽いのでボブに1回しましょう。ちょっとこれぐらいで内巻きに入るようにした方が扱いやすいと思うので、はいはい、扱いにくいですよね、これはね。一回短くしないといけないですね、やっぱり。やっぱりそうですね。あ、今ならちょっと短くなっても、ね、広がらないじゃないですか。そうですね、この状態で短いのはもう攻めにいってるとしか思えない。ショートが取れてるのを爆発することと、うん、あと顔が丸いので全体的に丸くなるじゃないですか、はい、栗まんじゅうみたいになっちゃうじゃないですか。そこが怖いよね。そんなことです。本当にびっくりするぐらい丸いので、うん、このストレートが私本当に感動的すぎる。だいぶ違いますよ。すごい、信じられないです。前髪いきますよ。ありがとうございます。全然別人じゃないですか。全然別人。いや、初めて見た、まっすぐ。これでもう内巻きにね、乾かせば普通にいい感じになる。これちょっと乾かしましょう。はい。いやー、めっちゃいい感じだな。いや、もう本当にすごいです。これでまた美容院に来ようって。いやー、よかった。それが結構今日のテーマなんですよね。また美容院に来よう。そうですよ、また美容院に来ようって思いますよね。乾かしただけですよ。すごいサラサラじゃないですか。あ、嬉しい。あの髪の毛がこんな生まれ変わるなんて。こういうことです。本当にもっと早くやればよかった、本当に。いやー、それね、全人類に出てください、本当に。全人類に。ちょっとバームつけますね。はい、今度バームって新しいのが来た。あ、作ったやつです。てか、私人生にバームの存在をあんまり知らない。あー、なるほど。バームって何する役目ですか？オイルと一緒なんですけど、ほんわりさせたりとか、はいはい、ボリューム出したりとかできるので、オイルよりはめちゃっとしないかなっていう。そうなんですね。ほら、めっちゃふんわり。本当だ。いやー、じゃん。ありがとうございます。どうですか？もう全然違う。全然違いますね。違う。あの髪の毛がこうなった。いやー、全然違います。また美容室に行きます。これがね、本質です。すごい、こうなってからデザインなんですよ。軽くしたりとか伸ばしたりとか、癖がある状態が別にダメとかじゃないとは思うんですけど、はいはい、パーマ風にしたいとかじゃないんだったら、やっぱりこうやって収めてあげた方がデザインは選べる。お待たせしました、これがステーキでございます。ありがとうございました。後ろがほら綺麗に、あ、綺麗になってる。めっちゃライン綺麗ですよね、ここ。ほら、綺麗になりました。全然違うだろうね。本当だ、全然違う。サラサラってか綺麗、見た目が綺麗。もう指とお酒でこうやって立体感も出るので、これです。ありがとうございます。ちょっと大事に大事にさせていただきます。美容院にこれで来れますね。これで美容室に通おうってと思います。美容院に行くための髪型作ったわけじゃないですか。美容院に行くためにはモチベーションがあるじゃないですか。まあね、これだったら全然嬉しいです。いや、本当に嬉しい。いや、よかった。このまま会社に行きたい。行きます。あ、出すんですね。ビフォー、もうアフター。全然違う。後ろ本当すごかったですね。これぐらい軽かったんですよ。だいぶ長さは切らないで頑張ってこう収めたんですよ。ちょっとショックを受けてます。後ろ見えないから。そうですね、こんなことになって世間を歩いていたのかと思って。なんで宿毛した方がいいですよ。でも広がってたんです。あとは最後やったみたいにバームやってあげて、バームをつけてあげて、そうそうそう、ボリューム出してふんわりさせてあげれば OK です、はい。
よろしくお願いします。どうもありがとうございます。いや、良かったです。また美容院に来ます。はい、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。次の予約も今ちょっと入れてくれて。はい、わ、はい、かりました。次予約入れて帰ります。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。めちゃめちゃ綺麗になりましたね。やっぱ宿毛矯正とか髪質改善ってやっぱ癖を落ち着かせるメニューなんで、やってあげるとすごいこう綺麗になるっていうところですね。あとはあの千住チーム、今いろんなところに店舗ありますんで、ぜひお近くのところにあると思いますんで、そちらに来ていただけたらなと思います。チャンネル登録と高評価の方も皆さんよろしくお願いします。ではまた動画でお会いしましょう。バイバイ。